満州里都市の市街地満州里都市は中華人民共和国内モンゴル自治区フルンボイル市に位置する研究市。内モンゴル自治区東部フルンボイル地球市西部にあり、東西と南はシンバルグ左端、シンバルグ右端に隣接。北はロシアと 54km の国境線で接し、ザバイカリエ地方の町ザバイカリスクが隣接している。 市の東には、アルグン川の中洲、アトモエガイズ島があり、中蘇国境を紛争におけるソ連との係争地となって、いたが、両国間で分割することにより解決された。フルンボイル草原にある立イ湖、またのナオコリン湖は中国で5番目に大きな淡水湖である。湖水面積は2600平方キロメートル、平均深度5メートル前後、最大水深は8メートル。 この地方は、北方遊牧民族を育んだ場所で、相次いで東湖、郷土、戦費、吉丹、女神、猛虎などの民族の領地となった。新朝陽青年間にロシアとの国境を確定してから、冠沈樹、犬守る辺境を設けた。当初はモンゴル語で、勢いの盛んな泉を意味する、角六金府へしゃげ角と呼ばれた。五街道、一地を管轄。 満州里と国門満州里とは中国最大の陸運航駅都市であり、ロシア、東欧と中国の間の輸出入の60%を担う。鉄道による年間の世界能力は500万トンに達する。2004年には貨物置き場が拡張された。この年の満州里との輸出入貨物は1400万トンに達した。2013年に一帯一路構想の後押しで、 北回りの中央半列として国際定期貨物列車が運行開始して2019年時点で本数は5000本に達した。満州座都市には辺境経済技術が咲く、中2和腰防衛易区の2つの国家球界発区とジャライノール重化工業基地がある。ジャライノール炭鉱は1902年に発見された丹田で2009年まで、 石炭の露天掘りが行われていた。ロキヨシミツヤにより、ロシアが行政を行っていたものを1932年に日本がソ連から東西鉄道と共に買収し、満州対抗株式会社が経営していた。第二次世界大戦後は中国の所有となり、2006年より、ヌキライウベ、シカスス業有限責任行使の管理下で経営されている。 近年まで蒸気機関車を石炭輸送に使用されていることが知られ、その光景が2009年の映画、ジャライノールで紹介された。満州座戸駅の構内。機関が違う中路間の鉄道の積み替え作業を行っている。駅の北には、満州座戸市街が広がる中華人民共和国と、ロシアのシベリア鉄道を結ぶ幹線である、中国国鉄のハマス線の終着駅。 満州里駅がある。北京とモスクワ間の国際列車がここを往来する。中国大陸からロシア大陸、さらにヨーロッパ大陸につながっているために非常に重要な駅である。1991年以来、中層紛争で中断していた満州里から、ロシアのクラスノヤルスク、イルクーツク、ウラングでモスクワ島への旅行ルートが相次いで開通した。2017年に、 ハマス線の前線が電化された。国境を越えると中国語からロシア語へと変わるため地名も大幅に変わる。シベリア鉄道の駅名は中国語でそのまま当て字が多いが満州座との隣の駅のザバイカリスク駅は郊外火事と中国人に読みやすくするための短い当て字である。他に北京やハルビン、ハイラル、ダイレンなどからの列車が発着する。鉄路、道路ともに ロシアザバイカリスクへ接続する国境である満州里口地岸が設置されている。中国とロシア及び旧ソ連各国の国際貨物輸送の要項であり、中国最大の陸路交易拠点となっている。鉄道での国境は1901年に設置された。中国側は標準機であるのに対しロシア側では後機であるため、貨物の積み替えが実施されている。 道路での国境は1998年に設置された。マトリョーシカ広場フルンコ、満州座と中路貿易のアップグレードを経験。中国網。2019年11月3日閲覧。満州座と駅経由の中央半列が5000本に内モンボル自治区。アフプブ。2019年11月3日閲覧。ジャライノールとは映画、ジャライノール公式サイト。 2012年12月26日、閲覧。筋前期化。進化網。2019年11月3日閲覧。ヌーキライウベシカ国家鉱山公園。ありがとうございます。